Eine Inazuma-Maschine soll das scheinbar sein. Alter, der sieht halt einfach krass aus, dieser Samurai, ne? Hier. Komponente eingefügt, jetzt bin ich... Yo, der sieht ja richtig cool aus. Ist er immun? Oh no. Er ist immun gegen Animo-Charakter. Nein, ist er nicht. Okay. Gut. Oh my goodness. Okay. Wer steuert den denn? Hoppala. Jo, der ist schon ziemlich sick, ne? Ja, Xiao rasiert halt dreimal kurz durch und dann war es das mit dem.僕はこうも信頼してくれているとはね。ただ水晶の前に、まずはその空振りについて説明しよう。みんなの推測通り、あの稲妻の巨人は人間を模して作られた空振りだ。戦闘用なのか？遺跡守衛と似てたよな。おそらくね。相当の戦闘力を持っていたが、指揮系統が壊れていたんだろう。だから 無差別に攻撃してきた。外見的特徴からして、稲妻のもので、まず間違いない。だが、私の知る限り、稲妻は現在鎖国中のはずだ。このような巨大な機械をどうやって運び出したというのだ？その質問は、この島にいた人に問うしかないね。人？みんなのことだ。もう気づいているだろう。 今は無人島だが、ここ一帯には人間の痕跡がある。僕が思うに、この島にはもともと誰かが住んでいた。しかし、それは原住民というわけではなく、外から来た何者かであった可能性が高い。その外来者たちは、長い時間をかけて軍島から脱出する方法を見つけたのだろう。その結果、 今、この島には、そして、その水晶は、この付近で積み重ねられた石と花を見かけたんだけど、聞いた感じ、誰かがからくりを弔っているようだが。うん、でも私が見たところ、なんというか、誰かが感謝の気持ちから祀ってるみたいだった。なるほど。みんなは？ 一体どのような人物？恩恵を受けたからこそ感謝する。だから、からくりがここで外来者と一緒に暮らしていたなら、わからなくもない。一緒に暮らしてた。壊れてしまう前に？ここはヒルチャールが頻繁に現れる。このからくりが無差別に攻撃したおかげで、面白い偶然だな。だが推測の域を出はしない。ああ、ガイアの言う通り、 証拠が不足している。後ほど。また、お手紙だ。手紙？早く読んでみてくれ。神秘の魔王、南西の島で一人眠る。悪しき子が我を待たせ、夜が訪れ、星が昇る。欲深き精霊、欲深き精霊。 月がぐるりと回る。三色の鍵を持つのは恐ろしい魚。秘密はそこに。
ここまでおいで。新しいヒントだろうか。何を意味してるんだろう。さっきの水晶と関係があるのかな。それに南西の島っていうのはどれのことを指してるんだろうな。立ったまま考えるより足で調査した方がいいだろう。でもここの島は全部歩き回ったぞ。気になるところなんて。ううん、あるよ。あっちに変な島があるんだ。上に大きくて丸いものがあるの。クレン、また一人で勝手に歩き回ったのか。あう、ごめんなさい。クレンはただ変な装置に触れさえしなければいい。ここが開けた場所だとしても一人で行動するのは危険だ。クレン、次どこかに行きたいときは私たちを呼ぶんだぞ。いいの？でも神団長は忙しいでしょ。構わない。うん、わかった。相変わらず真面目だな。神団長、クレイの保護者みたいだな。それ、俺も同感だ。ガイア。悪い悪い。つい代理団長をからかってしまった。さて旅人、あっちの方を探索してみようぜ。Okay. Wir behalten ein paar Kristalle. Oh, warte mal. Ich kann mich hier gar nicht hin teleportieren. Warum nicht? Okay. Dann machen wir das von hier aus. Warte mal, wo ist? Es gibt keine Gewässer in der Nähe. Ah, da. Okay.ここだよ。風だ。6308式よ。くだらん。くだい。みんなは俺が守れ。輸送の風、安全距離、確認。Sollte sowas wie Volleyball sein. Wahrscheinlich auch die Meereslackporling. Okay, da ist noch so ein Ding.
ンテスト開始。6308式ユニット燃えろ。みんながそばにいて、ふう、ach, hier ist die Plattform. Oh. Okay. Ich geh so. Ja, Brudi, überall hast du halt die Truhen hier, ne? Feuersturm des Übertodes hier. Es braucht ein Pet in dem Spiel, was die Items einsammelt, for real. Riesen Wasserblase. Nice. Das dürfte Gold sein. Tipptopp. Ein Item-Ding nach dem anderen, Alter. Also, ich glaube, ich mache das dann eher offscreen, oder? Was meint ihr? Juckt das irgendjemanden? Oh, oh. Das habe ich nicht gesehen. Alter, aber die Riesenbubble da drüben ist schon interesting. Hoppala. Ikuzo. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht rein, ne?
eine Vorrichtung. Hm. のエネルギーの層だ。むやみに触ると吹き飛ばされるかもしれないぞ。こんなに大きなシールドってことはこの中に誰かいるんでしょ。おーい、クレーだよ。ドドダイマー、出てきて。返事がない。この中にはいないのかな。きっといるよ。シールドが大きいのが原因、ドドダイ魔王が悪い。どんな理屈だよ。でもクレイが言ってることは間違ってないんじゃないかな。こんな巨大なエネルギーの層だもん、何か秘密があると思う。合理的な推理だ。僕もそう思う。エネルギーの層である以上、どこかにエネルギー源があるだろう。その供給を断てばシールドもなくなるはずだ。まずはこの周辺に怪しいものがないか探してみよう。クレイ、出発。こらクレイ、走らない。オイラたちも出発だ。Was für eine Blubberblase, die da rumfliegt.3つの装置から光が出ていて、それが同じ場所に集まっている。これがシールドを解除する鍵だろうか。ふん、光を出す3つの装置か。そしてその前に小さな台座がある。この形状からして何かをはめ、この形を、クレイ全然は不完全な円、いや扇、なんだろうな。海が近いからもしかすると貝けど、私たちが普段見るような貝とはサイズが違うみたい。うまくはまりそうにないよ。貝じゃないとしたら、そうだな、鱗とか。鱗、どうして鱗なんだ。それとも何か見落としている手がかりがあるんじゃないだろうか。光を照射する装置の前に台座があるということは、つまりそれだ。こんな装置は初めて見た。こういう解き方の装置もあるんだね。僕の考えが正しければ、これは光を利用した特殊な装置だろう。過去に似たようなものを見たことがある。光を正しい条件または正しい経路で導くことで起動する装置だ。なるほど、やはりこの3つの装置がシールドを解除する鍵になってるってわけだ。見てくれ、装置から照射されている光は白色だが、装置そのものには色がついてる。赤、青、黄色の計3色だ。手紙に書いてあった。3色の鍵を持つのは恐ろしい魚。これで当たりだな。栄誉騎士、さっきの大きいのから何か手に入れたよね。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。どうやらこの3つの水晶が謎を解く鍵のようだ。この水晶を欲深き精霊に捧げるということだろうか。旅人、水晶を海の近くに置いてみたらどうだ。欲深き精霊とは海を泳ぐ魚のことを指している可能性が高い。水晶に引き寄せられた魚から鱗を手に入れるのではないだろうか。なるほど、確かにそうっぽい。さっきあっちにすごい大きなカイラがあったぞ。お魚もたくさん泳いでた。水晶を置くならそこがいいと思うぞ。
ターは回収できるはずだ。失敗しないよ。そんなこと言わないで。悪い悪い。そうだよな。きっと成功する。じゃあそこまでオイラが案内してやるから行こうぜ。Geh zur riesigen Muschel. Mhm. Okay, also wir haben jetzt einen Boss besiegt aus Inazuma. Und jetzt stehen wir vor einer Barriere. Kristalle platzieren. Aber warum hier?でも魚が寄ってこないぞ。クレ、手紙に他のヒントはなかった？なんだっけ。欲深き精霊、欲深き精霊、月がぐるりと回る。ひょっとして夜に現れないのかな？うん、die müssen auf die Nacht warten。一晩待つってことか。魚取って食べる。いいね。クレーも今からお魚ドカーンしてくる。ああ。待てクレー。チン団長も行く。どこか行くときは一緒にって約束だもんね。行こう。そうだな。じゃあ今回は特別にクレーと一緒にお魚をドカーンするとしよう。え、今なんで？チン団長が。お魚をドカーン。お魚は美味しいからやりがいがある。ここは無人島だし。あっち。クレー、行くよー。ちょっと待って。オーケー。あの魚。自由時間か。また海賊のお宝。どうだこのガイアが。ディルックの旦那も一緒に。そんなわけないだろう。でも何もせ。君たちも自由に過ごしたらどうだ。まるで子供みたいだ。やっぱりアルベドが一番。あれ、アルベドさんならスケッチニャンニャンニャン。せっかく海に囲まれた島に来たからな。みんな安心して遊んできてくれ。魚がこの島に来た理由はみんなそれぞれ単純なものではないが、この海旅人も疲れただろう。今のうちにゆっくり休む。いや、私はたとにかくこの先に何が待っていようと。チン団長は相変わらず頼もしい。旅人、ありがとう。おしゃべりはこ。König auf der Lauer. Das letzte Rätsel, ein Geheimnis aufgedeckt. Okay. Scheinbar der letzte Teil?Oder so?Die alle einzeln annehmen. Okay. Also, warte bis zum frühen Morgen des nächsten Tages, 6 bis 8 Uhr. Und zwar. Wo? Wo?Okay, dann warten wir einfach mal. Oh!爆弾で魚を丸焼きにしちゃうかもしれない。こ
ここはオイラたちで魚を捕まえよう。こういうことはオイラたち慣れっこだからな。Fange die Fische. Yoshi! これで鱗を全部手に入れたな。Und die Dinger lassen wir jetzt einfach da? Können wir doch noch easy verkaufen. Jetzt müssen wir die Fische da drüber stülpen, oder wie?Lüften wir das Geheimnis, Freunde. Let's go. Sugoi. Da, zugi wa Kure no ban da ne. Ah, Switch wa Kure ni makaseta zo. Yatta. So.Okay, geben wir dem Fischkopf aufs Maul. これは一体何が？島全体がエネルギーの層に包まれた。まるで巨大な箱の中に閉じ込められたみたい。あそこに何かあるようだ。見に行かなくていいのかい？うん、見に行こう。へえ、OK。Ich raff's nicht。やっと来たね。悪しき炎の娘。待ちくたびれたよ、本当にもう。よくもこのドド一族の統治者たる、ドド大魔王様に歯向かったね。その勇気褒めてあげる。Ist der Dodo König eine Dodo Königin? けど残念、これでおしまい。Aber hatte Klee nicht eine Mom? Also jeder hat eine Mom, aber... クレちゃんのママ。Bro, ich hab's einfach wieder gecallt, ne? Mama? Paris, te. Ano, Teiwato Kankou Gaido, kaita hito ka? Kure. Soste, kono shima made tsukisotte kureta hito tachi? Domo! To,
この島の海は楽しめと照りつける夏の太陽と砂浜なかなかのバカンスだったでしょ。ああ、探しても無駄だよ。私はここにいないから。今話してるのは私が発明したアリスレコーダー。ママアリスレコーダーための機械だよ。ほう、なるほどな。ん？まさか驚かせちゃってるかな？ごめんね。うちのクレイはおもちゃが大好きだからさ。ママとしてそういった気持ちには応えてあげなくちゃと思って。おもちゃってレベルのものじゃないだろ！まあ、まあ。みんなと会えないのは残念だけど。遠くからみんなのこと見守ってるからね。これまで通り。まさかアリスさんがこの件に絡んでいたとは。これは私も予想外だ。ええ、みんな不思議に思ってるよね。どうしてこんな遠く離れた場所にわざわざ仕掛けを作ったのか。それはね、私がその島を気に入ったから。その島の遺跡や景色がすごく素敵だったから、この喜びをみんなと分かち合いたかったの。だから、いろいろと仕掛けを作ったんだ。クレイのママもかなり自由人だな。あれ？今誰か私の悪口を言ったでしょう。ウェイ、言ってないぞ！こっちの声が聞こえてるのか？いや。このくらいアリスさんならたやすいことだろう。どういう意味だ？クレイの母親は神秘的な力を持つ万能なる魔女。驚くことはない。Ob man Klees Mom auch irgendwann bekommen kann? さてさて、今は手紙のことや船のことを考えてるのかな。あと不評とエネルギーの層のことも。まあ正直言うと私もやりすぎたかなって思ってるんだ。でもみんなを集めるにはこうするしかなかったからさ。それにその島にはいろいろな物語が隠されてる。かつて暮らしていた人たちの痕跡、ナンパした船、謎の機械とかね。利用しないともったいないでしょ。さてさて、手紙を受け取った人は全員いるよね。ガイアさん、リルクさん、レザーちゃん、ジンさん、バーバラさん。最後は頼もしくて頭のいいアルベドちゃん。そして謎の旅人とその仲間パイモン。あなたたちは私がクレイのために招待した大切な客人。クレイに素晴らしいひと夏をもたらしてくれてありがとう。島のすべては私からのプレゼントだよ。あなたたちがこの録音を聞いてる頃、私はどこか他のところを旅してるだろうね。旅から旅の生活は慌ただしいけど楽しいよ。これはそこにいる旅人もよく知ってるよね。アリスさん、忙しくてクレイと一緒にいられないから、きっとこんなことを。違うよ、ママはずっとこんなの。もし今、この一件のことを深く考えていたら、一言言わせて。私がモンドを気に入ったのは、自由が私たち親子の望みだから。私はただ、クレイが好奇心と善意ある人に成長してほしいだけ。クレイの望むままに何でもできてどこにでも行ける、そんな子に育ってほしいの。なるほど、確かにアリスさんらしい考えだ。申し訳ない、誤解していたようだ。なんかいいママだな。うん、クレイのママは世界一のママだよ。ママ、クレイはね、お魚を取って、船に乗って、泳いで、いっぱいいっぱい遊んだんだ。
みんなクレイにとっても優しくて、いつも助けてくれるな。今度はママも一緒に来て遊ぼうね。親子揃って自由なエルフだぜ。夏、そういえば私がその島に行った時もちょうど夏だったな。砂浜に腰を下ろして波の音に耳を傾けていたら、クレイとの思い出がよみがえってきてね。クレイ、あなたは夏に生まれた子、海と風の祝福。ママの子供として生まれてきてくれてありがとう。ママね、ずっとクレイにプレゼントを贈りたかったんだ。だからこの島を利用したの。Okay, komm zum Punkt, Mädel. Du laberst jetzt schon seit 10 Minuten straight. Kinringo って呼ばれる奇跡の島があるんだ。ママはこの伝説が好きでね。クレイを愛してる。それで3つの水晶だったんだね。壁アリスさんにとってこの群島が4つ目の水晶なんだろう。海のま、クレイもママも普通の人より長生きする種族。私たちにとって自家この長い命の中で親という存在は子供の人。クレイ、ママはずっとお友達や先生、不信がりながらもクレイのために島に残って、この夏はみんなのもの。たとえ生活がどんなに変わろうとも、何が起きようとも、夏は消えない。これからの人生、何があっても忘れないでほしい。あ、そうそう、アルベドお兄ちゃんの言うことをちゃんと聞くのよ。Die ist richtig hungry auf den Albedo, ne? Auf den Albedo, Alter. Oder was, Tante? お話はここまでにしよっか。おーっと、それじゃ、みんな、ママ、バイバイ。バイバイ。大魔王はママだったんだ。クレイ、な、モンドの正門を解かしたママも、反省室に閉じ込められたママも、そんなことないよ。ママ、クレイ、世界で一番ママが好き。英雄騎士のお兄ちゃんは、クレ、クレイも大好き。ここでクレイと一緒に遊んでく。まだボンボン爆弾がいっぱいの。ビンバンボン。それにクレイと一緒だといつも楽しいな。ねえ、早く。クレイが待ってるみたいだ。Okay, das letzte Rätsel abgeschlossen.Teleportationspunkt freigeschalten. In der Herausforderung Hapersturmbomben geladen. Spreng die in die Luft. Ah ja. Aha. Bombe herstellen. Okay. Das kann ich hier machen.Okay, und jetzt, was kann ich hiermit? Kriegt man diese Hütte jetzt wenigstens für sein, für seine Kanne? Das wäre doch mal was. Ikuzo. Ikuzo. Okay, wir haben hier verschiedene Arten von Bomben. Kann irgendjemand das mit Bonus craften? Nein. Machen wir mal 11 Bomben hiervon. Warte, was? Nicht genügend Platz für mehr. Oh, ich darf nur eine machen, oder wie? Okay, warum kann man dann mehrere wählen? So, da ist noch Kia.
まさかアリスさんはたまにトラップ…ん？Okay. Das war's scheinbar mit dem Event, ne? Ja, und hier kann man jetzt gar nichts machen. Schade. Was auch immer das sein soll. Okay. Das bedeutet, wir können jetzt noch... Ich weiß nicht, den Boss klatschen. Wir können noch die Muscheln sammeln. Wir können noch die ganzen Truhen und so. Ne? Also es gibt noch zwei, drei Dinge, die man hier quasi machen kann. Schön böse reingeswitcht, Digga. Lol. Okay. Schmutz. Marionettenkern. Ah, das ist das, was man für Kasua bräuchte dann. Scheinbar, okay. Minigames, Chests, Bubbles und Muscheln. Okay. Und halt diese ganzen Achievements hier und so, ne? Das ist das, was man quasi noch machen kann. Belohnung ansehen. Echo-Schneckis. Ein paar Dingens haben wir auch wieder bekommen. Okay, Moment. Was ist das hier? Aha. Aktionshändler. Ah, guck mal. Bam. Let's go. Ah. Man kann sich tatsächlich Dinge für seine Dingens holen. Cool. Oh, Doko-Doko-Geschichten. Angriff. Erhöht mit heftigen Schlägen verursachten Schaden nach Treffen von Gegnern mit Standardangriffen 6 Sekunden lang um 16%. Erhöht den Angriff nach Treffen um 8%. Okay, ich gehe mal davon aus, das ist das beste Buch für Klee. Oder? Weil sie macht ja nichts anderes außer heftige Angriffe spammen und Ult drücken und so. Right? Ich habe halt leider nicht so viele und vor allem nicht so gute Katalysatoren. Klee und Yanfei. Okay. Ja, aber gut, Yanfei ist halt die schlechtere Klee, ne? Kann man die auch wieder auf 5 verbessern, die Waffe? Wahrscheinlich schon. Das beste 4-Star-Buch für Klee.
Aber alle 5-Star-Bücher sind immer noch besser. Okay. Ja gut, ich habe halt kein 5-Star-Buch, ne? Das ist halt die Geschichte. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Waffen, von denen ich kein Dingens habe. Wie viele Waffenarten gibt's? Lanzen, Bögen, Großschwerter, Kleinschwerter, Katalysatoren. Ja, Kleinschwerter, Katalysator, also Kurzschwert und Katalysator habe ich keine Dingens. Dafür sind die Seiten im Shop da, ja. Das habe ich mir schon gedacht. By the way. Die muss mal leben jetzt. Hat das nicht geklappt? Ach doch, lol. Ach Bruder, jetzt kann ich meine E nicht verwenden, weil dieser blöde Ball noch aktiv ist.